最初に当センター消化器外科副部長高橋天音より講演させていただきます。それでは高橋さんお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、埼玉県立がんセンター消化器外科の高橋です。よろしくお願いします。今日は、肝臓がん、膵臓がんに対する、低侵襲手術、つまり体に優しい、手術についてのお話をさせていただきます。今日の内容ですけれども、前半部分ではまず、私の専門の領域である肝臓や膵臓についてのお話をさせていただきます。肝臓がんや膵臓がんの、治療戦略であるとか特徴等々についてのお話を、させてもらって、ここまでで大体半分くらいの時間をいただいてお話を、いたします。で、最後に、体に優しい腹腔鏡手術についてのお話をさせていただきます。まず、肝臓膵臓についての、お話ですが、我々のお腹の中でいうと比較的上の方に、拡大している臓器であります。この部分だけこう、出してきますと、お腹でいうと、上の方に肝臓や膵臓があります。肝臓は右側のあばら骨の中にほとんど隠れているような臓器です。膵臓は、胃の背中側にあって、大体おへその上、ちょっと上くらい、体の真ん中あたりに、存在している臓器です。では肝臓が膵臓がんの特徴とは、どういうものか。一番皆様も、耳にしたことあるかと思うような特徴としては、非常に症状が出にくいために、早期に発見することが難しい、病気でございます。また肝臓や膵臓は、両臓器は近くにあるだけではなくて働き等々についてもつながりのある2つの臓器です。また、こういったものの診断や細かな治療には知識と技術を備えた専門医や、それ専用の、設備機器が必要となります。また、チームで治療を進めていくことが大事ですので、外科、内科、放射線科といったような多職種、また実際にはこれ以外の、看護師さんであるとかいろいろなチームの方々の協力を持って、スムーズに診療を進めていくということになります。我々の、外科の領域で言いますと、こういった手術を数多く手掛けて、良い治療成績で専門の医師を多く備え、それ専用の体制が十分であると認定された施設が埼玉県には5施設ございます。我々の他には大学病院になりますけれども、それと肩を並べて我々も同様にこの施設にいると思っております。我々のチームの診療体制ですが、坂本委員長を含めまして我々肝胆膵外科、肝臓や膵臓の手術をする人間が5名おりまして、その領域の専門医が3名おりまして、この体に優しい手術の専門医を1人おります。内科の専門医や、放射線の先生たち、こういったものでチームを組んで毎週会議を行い、診断治療の検討を行っております。合間に病院の紹介をさせていただきますが、まず我々の病院のエントランスから入った1階の、外来棟の様子ですが、二層吹き抜けの形で非常に明るい、また広い廊下、これが非常に特徴で、前の面から映ってきて我々も、この廊下が広いこと、非常に、働いていてももちろん気持ちがいいですし、患者さんたちも気持ちが良いんじゃないかなというふうに思います。あとは専用のカフェであるとか、あとは今改装中ですがコンビニエンスストアなんかもあります。話また戻しまして、肝臓がんのお話ですね。まずは肝臓の働きについて簡単に説明をさせてもらいますと、肝臓の働きは栄養分の貯蔵、あとは有害な物質の分解、処理、解毒といったところが、大きな働きですね。あとは、肝液、肝汁液という、脂肪を分解する消化酵素を作って、お数字の色にもなっている、消化液ですけれども、この3つが大きな働きと思います。肝臓の働きが正常であれば、がんのために切除する場合に毒を
6割から6割5分までの切除が可能となります。その一方で非常に血液の流れが豊富で、太い、大静脈と、くっついておりますので、手術等々に関しては慎重な手術が必要という状況になります。まあ、これが先ほどお話した大きな太い血管ですね。では、まあ、場所によってこういうふうに、まあ、住所がついている、バンチがついているということであります。肝がんの種類は2種類ございまして、1つは肝炎ウイルスであるとかアルコール、まあ、最近多くなってきているのは脂肪肝等々といった肝臓にダメージを与えることが原因で肝臓自体が弱ってできるがんですね。これを原発性肝がんと言います。もう一つは、大腸がんをはじめとしてお腹の中、またその他の、肺がんとか他のがんからも飛ぶことがございますが、そういうところから飛び火してくる、飛び火してくるってできる転移性の肝がん、というふうに大きく2つに分けられます。肝臓がんの症状ですけれども、先ほど初めにお話しした通りですね、やはり早期では症状がなかなかご本人が自覚することというのは難しいかなというふうに、思いますが、進行してきた場合に出てくる可能性のある症状としては、肝臓の働きが落ちてきている黄疸症状、皮膚が黄色くなったりとか、皆様がよくご家族の方が気がつくのは、目の白い部分がちょっとお父さん黄色いわよと。で病院に来る方もおられます。あとはお腹が張ってきたなと思ったらお腹の中にお水が溜まってきたりとかむくんでくるでしょう。あとはなんとなく気だるいなというご症状が非常に強くなってきて発見されることがございます。あとは、人間ドック等々であるとかかかりつけ医の方で、検査を行う中で 見えてくる肝臓の機能の、異常といったところで発見されることがございます。肝がんの治療の方法ですが、原発性肝がん、転移性肝がん、それぞれに少し違いはございますが、まずは手術できる、病変に関しては、手術をしていくということになります。で従来行ってきた大きくお腹を大きく切り開くタイプの手術と、この後もう一度お話をする、腹腔鏡手術と、この2通りがございます。また抗がん剤であるとか針を刺し焼き焦がすラジオ波治療、また体の外からビームを当てて病気をやっつけるというような陽子線粒子線治療、まあ、こういったものは先進医療という枠組みになりますけれども、あとはカテーテルから抗がん剤を病気に届けるといったような肝動脈塞栓化学療法といったように分かれています。また病院の中の、ご紹介をさせてもらいます。これはエレベーターホールで、やはり、まあ、今あたりも廊下が広く、こちらは病棟の様子になりますけれども、こちらはご家族や、まあ、患者さんもお使いいただけるようなロビーになります。一般の、病棟の中にある個室はこれくらいの広さで、ナースステーションの様子はこういった形で、基本的にどこも、廊下を広く取っていたり明るく、最高性に優れたような形で、作っています。4階の個室病棟というものがございますが、まあ、こちら広い特室はこれくらい大きく広くご家族も寝泊まりするようなことがございます。一般の個室はこれくらいの広さになります。これは集中治療室等の様子ですね。やはり特徴は大きく広く光が入りやすい、気持ちも明るくなりやすいような病院の作りを意識されたのかなと思います。では水道がんのお話に移り進めさせてもらいます。先ほど、一度お話したように水道というのは、体のほぼ真ん中くらいでしょうかね、少し水を注入の上くらいの場所にあるものかなと思います。胃の背中側にあって、背骨の前と胃の間に挟まれているような臓器です。膵臓の働きですが、大きく2つございます。1つは膵液という強い消化液を作っております。この消化液は万能でして、炭水化物、油分、タンパク質、これもこういうふうに溶かすといった
働きをしてますので、消化吸収の主役となるような消化液になります。もう一つは血糖のコントロール、皆さんも耳にしたことあると思うんですが、インスリンというホルモンを作って、これを、体に、分泌をすることで血糖のコントロールの中心となっております。またその一方で、膵臓は先ほどもちょっと写真で見ていただいたように、あの周りの臓器とかなり密に接している臓器で、また太い血管とも、複雑に密に接しておりまして、手術、その他の治療等々が他のお腹の血管の手術よりもやりにくい場所にあるかなというのが特徴になります。実際にはこの間に胃があるんですが、これは胃を取っ払った後の写真ですが、こちらに膵臓が見えておりますが、膵臓のこちら側では十二指腸という小と腸と、一体となり、お尻の方では脾臓とほぼ一体になっております。またこの赤い太い血管と密に接しておりますので、病気が、進行した場合にはこういった、動脈等々に足を伸ばしやすい場所にもともとの、特性としてあるという形になります。また肝臓や胆管とも非常に近く、こういった、周りのいろんなものとの関わりが密接、複雑な臓器というのが、いろいろな治療の難しくさせる原因かなというふうに思います。膵がんの症状ですが、やはり同様にですね、黄疸が出ることがございます。またもともと持っている糖尿病が急に悪くなるといったことも、これ非常に重要なサインでして、もし糖尿病の症状をご本人もしくはご家族がお持ちの場合には、コントロールの具合というのは常に気にしていただいて、悪くなった場合にはかかりつけの先生にご相談いただければと思います。また病気は場所や進行度によっては腹痛、背中の方であるとか水落ちが痛くなるといった症状で受診される方も少なくありません。膵がんには、危険因子、要はこういう方がなりやすいですよといったような、ことが、最近広く知られています。例えばご家族、近親者に膵がんの方がいるというのは一般よりも10倍以上ということになります。またこの辺りは生活習慣病に関連するところになりますが、喫煙、糖尿病、高度肥満といったものでも通常よりも2倍程度、こちらの下の2つに関しては、かかりつけの先生であるとかいろいろなところでしか分かりにくいものですが、膵臓のもともとの病気を抱えている場合にはかなり高い罹患率になります。こういったような、危険な因子を持っている方は、かかりつけ医の先生のところで、定期検査等々の、定期的なチェックを受けていただければと思います。膵がんの治療ですが、手術の対象になるのは、残念ながらご紹介にいただく方の、20% といったことになります。これやはり早期になかなか見つけにくいということが1点と、先ほどから何回かお話ししたように、場所が非常に入り組んだ場所ですので、少し進行しても、ちょっともう手術ができない状態になってしまう。膵がん自体が非常に転移を起こしやすいがんですので、手術治療といった局所治療で、コントロール、制御ができる状況を簡単に超えていってしまうというところが現状でございます。ですので、膵がんに関しては今後早期発見というものが大きな突破口になるのかなというふうに思います。で、それ以外の治療法でいうと一般的には抗がん剤になりますが、これもいろいろな管理、が必要になりますので、これも専門医の知識、技術が必須になっています。膵臓がんの手術ですが、膵臓がんは場所によって手術のやり方が、大きく分けて2通りになります。こちら、膵臓が頭側にできる場合は、多くの臓器を切除して再建する手術になります。膵臓のこちらがですね、この細長い膵臓の体から尾っぽの方にがんができた場合には、真ん中からお尻側を脾臓と一緒に取ってくるというのが膵臓の手術、もう一つの手術になります。この手術は術後約2週程度でお帰りになる方が一般的ですし、後ほど詳しくまたお話しさせてもらいますが、保健診療所を2016年よりがんの患者さんに対してもこの手術を行えるようになってきました。
当院の手術室のお話を少しさせてもらいますと、12室の手術室を行っています。今お話これからする、体に優しい内視鏡手術、腹腔鏡手術を行う専用室を3室備え、ロボット手術支援手術を行う部屋を、1室ございます。最近はかなりこのカメラの手術、体に優しい手術が増えてまいりまして、3室ではちょっと収まらず、普通の部屋でせざるを得ないというような状況でございます。これ、手術室の様子ですけれども、やはり手術室の中もですね、非常に廊下が広くて、この病院に移って非常に患者さんだけでなく、働いているものも気持ちよく、また快適に、はい、最終的にはそれが患者さんに良い治療をお届けすることになっているかなと思います。で、まあ、こういうお部屋の中でやってまして、これ院長ですね。で、いろいろな特殊機器を、取り揃えながら手術を進めております。では、体に優しい手術についてのお話をしておきます。体に優しいってどういうことでしょうかということを自分も最初に聞いたらどう思うかなということをちょっと挙げてみました。傷が単純に小さいということ、もしくは時間がすごく短いのか、それはいいことばかりなんでしょうか、どんな人でも受けられるのか、あと、体に優しいのはいいけど、治るんですか、このあたり疑問に思うかなと思います。がん治療の中で体に優しいということがどういう形でバランスが取れてくるのかというお話をさせてもらいますと、同じ治療なら傷は小さい方がいいというのは大前提、当たり前のことになります。でもがん治療においてやはり一番大事なのは、がんが治ること、これは医学用で根治性といいますけれども、でもですね、病気はしっかりと治療したけれども、患者さんが心地よくその後の社会生活が過ごせないということも同様に問題ですよね。ですので、同じように大事なのは元気に生活していけること、これが体に優しいということにつながるのかなと思います。これは一部で、それぞれが反対の方向を向いておりますし、一部では同じ方向を向いているかもしれません。で、我々はこのバランスを取りながら本当の意味で患者さんの体に優しいという治療手術を進めていかなくてはならないと。従来の肝臓の手術の傷ですが、みぞおちからおへそまでの傷でやれることもあれば、例えばこういった逆 L 字切開というものを採用してやっていることが多くあります。これが、優しい手術、腹腔鏡手術で行う場合には、定型的にはおへそと他に4箇所から5箇所のこういう小さい穴の手術で手術を進めることができるようになっています。膵臓の手術は同様に溝落ちからおへそ、もしくは場合によってはおへその位置が高い人に関してはおへその下まで傷をつけて手術することがございます。実際の患者さんのお腹の手術の傷ですが、これは腹腔鏡手術を行った後の傷ですが、まずおへそはですね、最後に病気を取り出す場所になりますので、少し実際には5センチ程度に切り広げておりますが、ちょうどくぼみがございますので、外から見るとあまり目立たないかなと思います。こちらによく見ると少し小さい傷、こちらにもあります。こちらにもあって、ここにも本当にあるんですが、小さい傷なので、ちょっと確認できないくらいかなと思います。西洋性を競っているわけではないんですけれども、結果として、患者さんがお風呂入る際などに、傷が見えにくい方が心の負担というのも軽いのかなというふうに外来で見ていると感じます。手術中の様子ですが、まず、カメラをお腹に差し込んで、お腹の中に二酸化炭素ガスを入れてドーム状にお腹を膨らませていただきます。二酸化炭素というのはなんか聞くと呼吸に悪そうだなというイメージがあると思うんですが、体にとっては非常に優しいガスとして知られてまして、これを使うことでお腹の中を温室効果ではないんですが、密閉空間の中で空気に触れさせることなく臓器に優しい手術を進められるという形です。でお腹にこういった器具を差し込む場所をですね、4箇所から5箇所設置して手術を進めてまいります。で手術室、これが、カメラの手術専用の手術室です。こういった大きいテレビモニターを見ながらですね、カメラに映した画像を見ながら手術を進めていきます。では、ロボット支援手術専用のお部屋になります。こちらにあるのが物々しいですが、ロボット手術の器具になります。で
先ほど最初にお話した体に優しいというのはどういうことでしょうかということの答えですが、単純に傷が小さいことでしょうかということではなくてですね、他の臓器を含めて手術自体のダメージが本当の意味で患者さんに小さいことを目指しております。手術時間は、お腹を大きく開けた方が人間の手が4本5本と入る非常に自由度が高いので、カメラの手術はそれよりはやや長くなるというところがあります。これは正直なところだと思います。じゃあ良いことばかりなのかというと、患者さんの状態や手術時間によっては一部心臓や肺に負担がかかる場合がございます。また単純に簡単ではないために、またそういった専門の医師認定が少ないので、なかなかうまくいかないこともあるかもしれません。じゃあ誰でも受けられるのかということですが、病変が高度に進行していて大きな血管を切ったり抜いたりしなきゃいけないようなものは保健所も認められていませんし、我々も、そこの枠に踏み込んで、おりません。また、心臓や肺が悪い方に関しては、より負担になるためにお腹を大きく開けて短い時間で手術を進めた方がいいという状況がございますので、適用にならない場合もあると思います。がんは治るのかということに関してですが、病院で患者さんにどちらにしますかと提示するからにはですね、病気が治ることに関しては少なくとも同等という状況で皆さんにお説明しておりますし、これが同じように担保できない場合には要はメニュー表に載せられないということになりますので、ここを最優先に、診療しています。また、術後の化学療法が必要な患者さんに関してはより元気な状態で早く始められるというのはがん治療においてはメリットかなと思いますし、こういった追加治療が必要でない患者さんに関しても治療の目標は社会復帰ですので、お元気でお仕事に戻る、ご家庭に戻る、家庭菜園に早く手入れをしたい、そういったいろいろなことに早く良い状態に戻っていただくことが可能になっているかなと思います。簡単にまとめますと、傷は小さく手術時間は長く、術後の回復は早いけれども、退院歴算で見ると、大体1週間内外の違いしかございません。もちろん持ち帰る症状はそれぞれ違うと思います。病気の治りやすさは同じように保っており、術後の治療を早く始めやすいというのが特徴かと思います。多いのでは、肝臓に関しては全ての関節除術においてこの手術を適用しております。5箇所も6箇所も切除するような方に関しては多分患者さんにメリットがございませんので、大きく切って手術をしております。膵臓の手術に関しては膵がんに関するもの、または膵がんの前段階とされる濃厚接種に関するものに関しても我々は行っております。膵臓の頭側にある複雑な手術をしなきゃいけない症例に関しては現在ところ保険も通っておりませんので、我々の病院では通常の回復手術で行っております。まとめさせていただきますと、肝がん、膵がんに対しても指摘を限って肌荒れの負担の少ない手術を皆様にご提供できるようになってきました。がん治療における最大のメリットとしては、ダメージが本当の意味で小さいことによって、スムーズに術後治療に入れる、もしくは社会生活に復帰できることではないかと思います。現状では肝がん、膵がんの腹腔手術が可能な病院や十分に医療を有した専門が少ないので、当院の外来の方にご不明な点ご希望の方は、気軽にご相談ください。ご清聴ありがとうございました。山本先生、ありがとうございます。